皆さんこんにちは。今日もご視聴いただきありがとうございます。続きまして、1ミリ横の見方、今までと逆の捉え方をしてみるマインド編ということにお話を進めていきたいと思います。まず1つ目、それって自分で勝手に作ってしまった思い込みや制限ではないでしょうかということです。自分にはセンスなんてないし、感性ってもう分からへんとか、自分にはやっぱり難しい、できない、それは思い込みかもしれません。そして写真はこうあるべきとか、世界観はこうあるべきとか、何かの情報をそのまま自分の中でどう思うかな問いかける前に、それをそのまま鵜呑みにして、それが正しいことだと自分に言い聞かせ、思い込み、だってそれ言ってたし、それで思い込み勝手に作られていってる場合があります。それを一旦、本当にそうやろうか、自分はなんかちょっとそれ違うと思ってた、だったらそれでいいんです、そういう風にして思い込みを外していってもらいたいと思います。例えばそうですね、今こうやって質問もらったらあーって話せるんですけどね、一人で喋っているとあれなんですが、じゃあこの事例でいきましょう。私は講師の立場であるから、インスタグラムのフォロワーさんは1万人以上いなきゃいけない。本当にそうですか？本当にそうですか？教え子よりもフォロワーさん多くいなければならない、ねばならないに自分で勝手に縛り付けてはいませんか？フォロワー数が多いからいい先生ということではないと思います。自分は売れ続けなきゃいけない、いつまでもいつまでも第一線で一番前で先頭で旗を振って走り続けなきゃならない、走りたい、みんなってみんなをいつもみんなの希望になるように先頭を走り続けたい、だったら大丈夫なんですけれども、やらなきゃやらなきゃと自分で勝手に重荷を背負ってはいませんか？そうやって自分で重たいものを背負っていくとしんどいですね。そういうことを本当にそれでいいんだろうかと、1ミリ違う角度から物事を捉えるような、癖といいますか、これ習慣になるといいんですけどね。あ、待て待て、今までそう思ってたけどほんまにそうやろかというふうに思ってほしいんです。私にはできるわけないで、今までの逆で言ってほしいので、できるわけがないっていう風に入ってきたら、いやいや、その逆の発想だから自分にはできるかもしれない、できる方法ないかな、できることってなんやろう、今ある環境でできることってどんなことやろう、そういう風に今まで思い込んでいた思い込みが、あ、これ思い込みかもと気づいたら、その逆を考えるようにしてみてください。新しい発見が見つかると思います。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。